ビタリー・ミハイロビチ・ブヤノフスキーは旧ソ連のホルン奏者。レニングラードの出身。リムスキー・コルサコフ音楽学校を経て、レニングラード音楽院に進学し、同音楽院でホルンを講じていた父親の下で、ホルンを学んだ。音楽院在学中の1946年から、キーロフ劇場のオーケストラでホルン奏者を務め、1956年に、 レニングラードフィルハーモニー交響楽団に転出した。1961年から母校のレニングラード音楽院でホルンを教え、1971年には同音楽院の教授に昇格。サンクトペテルブルクにて没。2020年1月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年1月5日閲覧。ぜ 2020年8月9日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年8月9日閲覧ビタリー・ブヤノフスキー・ディスコングスありがとうございます